キングオブフェアリーズ。よーレム、お茶でも飲んでいくか。いらないわよ、ちょっと寄ってみただけだし。聞いたぜ、コーリンのやつがお前に興奮して襲いかかってきたんだろ。まあ弾を砕いて事なきを得たらしいが。その表現は合ってるようで、その実間違っている気がするんだけど。おいおい、はっきりしてもらわなきゃ困るぜ。もしかして覚えてないのかよ。人をおバカな表性扱いしないでちょうだい。でもお前、知り合いの名前よく忘れるらしいじゃん。あんたは確かって。うるさいわね。いいじゃないの、ど忘れするぐらい。ど忘れね。それなら私のしたこともあながち無駄じゃなかったわけだ。はあ？というか、私が異変を解決していた時、あんたはどこをほっつき歩いていたのよ、マリサ。失礼だな。それじゃあまるで私が暇を持て余していたみたいじゃないか。いいぜ、それなら話してやる。バイキングみたいな独善的な王様じゃない。妖精たちを危機から救った英雄、その記憶を。暇を持て余すとはまさにこのことだぜ。さっきから聞いていればそればっかりね。他に言うことはないわけ。しょうがないだろ、本当に暇なんだから。退屈だ。何か面白いことでも起きねえかな。退屈ってことは裏を返せば平和だってことよ。いいことじゃない。まあそれもそうか。どうしたのよマリサ。私の顔に何かついてる？いや、どうしてアリスがここにいるのかなと思って。はあ、寝ぼけてるの？私たちのところに届いたこの手紙について話をしに来たんじゃない。手紙？ああ、そうだそうだ。私とアリスのところに同じ手紙が届いたんだったな。おかしいな、どうして忘れてたんだろう。私たちの国への招待状。明日、日が昇る頃に霧の湖でお待ちしています。差出人は不明。招待状に見せかけたいたずらの線は、さすがにないか。それでどうするの？なんて聞くまでもないわね。さすがはアリス、よくわかってるじゃないか。こんな面白そうなこと黙って見過ごすわけにはいかないぜ。本当にそう思ってる？ずいぶんと退屈そうにしていたけど。そういえばそうだな、どうして私はあんなに退屈そうにしていたんだろう。
で、ここまで来てみたわけだが。お待ちしていますって、誰も待ってないじゃないの。まあまあ。手紙には、日が昇る頃としか書いてなかっただろ。もう少しだけ待ってみようぜ。あなたって、見かけによらず気が長いわよね。そういうお前は意外とせっかちだよな。失礼ね。私は無駄なことが嫌いなだけよ。だからさ、その判断の速さがせっかちだって言ってるんだよ。ぐうの音も出ないわね。おお、ようやく明るくなってきたぞ。明るく。あっ、うわに、だばあ。あれ、ここは。おい、アリス、大丈夫か？起きろ。マリさん。平気よ。ここは、どこだ？避難及ばぬ神事のもと、世に虐げられし妖精の、我らが作りし理想郷、ようこそ純真無垢な妖精の国、フェアリーキングダムへ。私とマリサを招待したのはあなたたちだったのね。ええ、その通りよ。ここは妖精しか入ることが許されない妖精の国。ほら、あの大きな木を見てよ。あれはもしかして神樹か？あの木は大精霊樹といって、幻想郷の中でも特別な真珠なの。大精霊樹には不思議な力があってね、その力でこの空間を作り出してくれているのよ。この空間は幻想郷とは別の次元にあるから、人間にも妖怪にも見つけることはできないわ。道理でこの辺りに見覚えがないわけだぜ。私たちは知らないうちに異次元に入り込んでいたんだな。おそらく霧の湖で光に包まれた時でしょうね。外敵の来ない安全な場所は安心を生み、安心は心の豊かさになる。私たち妖精は今この国で面白おかしく平和に暮らしているわ。まあ、すべての妖精がここで暮らしているわけじゃないけどね。そんなところにどうして私たちを招待してくれたんだ？ここは妖精しか入ることが許されない場所なんだろ？それはもちろん、この国を自慢するためよ。こんな素敵な場所を見つけたら
誰かに自慢したくなるじゃない。あなたたちなら私たちに危害を加える心配はないし、招待するにはうってつけだと思ったの。さあ、百聞は一見にしかずだよ。あとは自分たちの目で確かめてきてね。それもそうだな。よし、いろいろ見て回るとするか。あ、ちょっとマリサ。無邪気ね。ある意味純粋だから妖精と波長が合うのかしら。ほらほら、アリスさんも。わっ、あ、もう分かったから押さないの。まあ国というよりはなんちゃってフェスティバルって感じだけど、随分と洋風だよな。雰囲気的には高魔館とかに近いんじゃないか。高魔館からもいろいろ持ってきたからね。かくいう私もテラスからこっそり机を盗んできたし。いくらなんでも好き勝手しすぎだろ。よく見つからずに運べたわね。私の能力を使えばちょちょいのちょいよ。曲がらない光はない。輝ける日の光、サニーミルク。光を屈折させる程度の能力ね。でも自分の姿だけを消すと机が勝手に動いているように見えるんじゃない？大丈夫大丈夫、机ごと消しといたし。いや、机が急に消えたらそれこそ大問題だろ。その瞬間を見られていたら間違いなく捕まっていただろうぜ。そしたらお前はどうなっていたんだろうな。ふそもそも人のものを許可なく盗んだりしちゃダメだぞ。盗まれた人が困るだろ。そういえばマリサ、あなたがさっきからずっと持ってるそれ何なの？お、これか。これはニトリが作ったマジックアイテムの試作品だ。川城ニトリ特製物質なんちゃらかんちゃら、略してニト、ニトイリュージョンだ。裏面にはニトフュージョン0号機って書いてあるけど、ニトフュージョンだ。まさかとは思うけど、また盗んできたんじゃないでしょうね。盗んだなんて人聞きの悪い、ちょっと借りてきただけだって。私が死んだら返してやるさ。この人たちにあれを任せて本当に大丈夫かな。アリスさんはともかく、マリサさんは本気でヤバい気がする。なんだか心配になってきたよ。
感は幻想郷とは別の次元に存在しているんだよ。よく見つけられたよな。どうやって見つけたんだ？私たちが見つけたわけじゃないわ。招かれたのよ、大精霊獣ね。招かれたって、お前あの木と話せるのかよ。実際に言葉を聞いたわけじゃないわ。でもそう感じたのよ。思い込みじゃないのか。あら、そうとも限らないわよ。妖精っていうのはね、自然の力を宿した神霊が人の形をとったものなの。あの木にも神霊が宿っているみたいだし。なるほど。同じ神霊同士、意思の疎通ができてもおかしくないってわけか。ええ、信じてもらえた？ああ、思い込みって言ったことは謝るよ。よかった。さっきも言ったけど、ここはとっても素敵な場所なの。思う存分、満喫していってちょうだいね。そういうことなら遠慮はしないぜ。もし迷子になったら、私の動くものの気配を探る程度の能力で探してあげるわ。お困りの際は迷子センターにどうぞ。なんちゃって。あのね、迷いの竹林とかならともかく、こんなところで迷子になんてならないわよ。マリサ、マリサ、嘘、いない。まったく、目を離すとすぐどこかに行っちゃうんだから。冗談のつもりだったんだけど、意外と需要ありそうね、迷子センター。この真珠、大精霊獣だったかしら。とても強い力を感じるわ。妖精は幻想郷の中でもか弱い存在、まさに「よらば大樹の影」というわけ。おおお、この辺りは目新しいものが多くてさ、つい夢中になっちまった。ほら、これなんか魔法の森にはない植物だぜ。ちょっとマリサ、研究熱心なのは大いに結構だけど、ちゃんと前を見て歩かないと危ないじゃない。げっ、これは説教されるパターンか。どこぞの仙人を思い出すぜ。あれ？音を消す程度の能力。おお、アリスの声だけを消したのか。こんな器用な真似もできるんだな。すごいでしょ。自分たちの話し声や足音だって消せるから、いたずらだってし放題よ。便利な能力だよな。騒音の中でも安眠できそうだ。
とは集中して本を読みたい時なんかにも良さそうだな。あ、でも人間は完全な静寂よりも少しの音があった方が集中できるらしいわよ。やっぱり自然が一番ってことよね。というわけで、マリサ、聞いてるの？わあ、びっくりした。あなたがそういう態度を取るなら私にも考えがあるわ。上海人形、蓬莱人形、上海蓬莱。おいおい、小言を回避したせいでなんだか大事になってるぜ。いたずら成功。店か。妖精が商売なんて珍しいわね。みんなは今が楽しければいいって言うし、私もそうは思うんですけど、やっぱりいざっていう時の備えは必要かなって。なんというか大変そうね。やってみると意外と楽しいですよ。ああ、わかるぜ。お店屋さんごっこな。私も小さい頃によくやったぜ。そんなこと言って、お前に用心棒が務まるのか？何よ？ちょっと、やめなさいよ、マリさん。あの、念のため言っておきますけど、お店の商品は絶対に盗まないでくださいね。なんで二人して私を見るんだよ。困っちゃうぜ。なあ、アリス。お前もかよ。ああ、わかったよ。どんなことがあろうとも絶対にお金は払うって。意地でも払うからな。絶対だからな。売り言葉に買い言葉ね。お店だけに。あ、私が喧嘩を売ったみたいに言うのやめてくれませんか。あたいは大ちゃんと違って喧嘩を大安売りしてるぞ。勝負だ、白黒。今はこの国を見て回っている途中なんだ。悪いが遠慮させてもらうぜ。また今度な、チルノ。ハッキー、ちゃんとあたいの喧嘩を買え。ですか？またのご利用をお待ちしています。
ってあと見ていないのはここくらいだが、すごいな。まさか神樹の中がこんな風になっているなんてね。ふっふっふ。最後に紹介するのは大聖霊樹の中にして国の中核。玉座の魔よ。想像以上の広さだぜ。よくもまあこんなに大きく育ったもんだよな。さすがは真珠といったところかしら。ふふん、当然よ。そんじょそこらの木とは養分が違うからね。大聖霊樹はね、幻想郷の住人の記憶を養分にしているの。正確には記憶の中にある感情エネルギーらしいけどね。記憶の中にある感情エネルギーだけを吸い取って、記憶そのものは持ち主に返すみたい。感情エネルギー？記憶にはその時感じた楽しかったとか悲しかったっていう気持ちも刻まれているの。それを養分にしているのよ。それって大丈夫なの？もちろん害はないよ。記憶の感情エネルギーっていうのは時間とともに失われていくものだからね。いわゆる思い出が色あせるってやつだな。あ、それがちょっと早くなるってだけ。なるほどな。謎は全て解けたぜ。最近よく度忘れするようになっていたのは
この木のせいだったんだな。私は悪くなかったぜみたいな顔でこっちを見ないでちょうだい。ただ記憶を持ち主に返すときにちょっと問題があって、うろ覚えになったり複数の記憶が混ざっちゃったりすることがあるみたい。ふん。いわゆるデジャブもその時の記憶の混線が原因なのかもしれないわね。デジャブ？既視感とも言うわね。一度も経験したことがないのにすでにどこかで経験したことがあるように感じることよ。へえ。さてと、これで一通りは見て回ったことになるのかな。ええ、めぼしい場所は大体回ったと思うわ。それでどうだった？私たち妖精の国、フェアリーキングダム。いいところだったでしょ。楽しんでもらえたかしら。おお、なかなか楽しかったぜ。そうね、確かにいいところだったわ。うん。で、一体何が狙いなのかしら。ね、狙い？何のこと？私たちは別に、そんな。相変わらず嘘や隠し事が下手ね。この場所を自慢したかったっていうのは本当でしょうけど、それだけじゃないわよね。まだあるんでしょ？私たちをここに呼んだ理由が。その通りよ。ここがとても素敵な場所だってアピールしていたのは、あなたたちにあるお願いをするためなの。マリサ、安請け合いはしない方がいいわ。ここまで歓迎するからには相当な難題をふっかけられるに決まっているもの。ああ。その、あなたたちのどちらかに。このフェアリーキングダムの王様になってほしいんです。いいぜ。いいの？せめてもうちょっと話を聞くか。最悪聞かなくてもいいから少しは考えなさいよ。何言ってんだよアリス。こんな面白そうな話乗らない手はないだろう。面白そうとかそういう問題じゃないでしょ。あなたたちもあなたたちよ。ここは妖精の国なんでしょ。ならその国を治める王様は妖精の中から選ぶべき。私たちにお願いするのは筋違いってものよ。本当は私たちもそうしたいんだけど。王様って外交とかするんでしょ。私たちそういうのってよくわからないし。マリサさんたちは知り合いも多いし、いろいろなことを知っているでしょ。お二人なら妖精と他の種族の橋渡しができるんじゃないかなって。そういうことならレイムにでも頼めばいいじゃない。知り合いの多さでは私やマリサに引けを取らないし、他者を引きつける不思議な魅力があるわ。適任だと思うけど。冗談じゃないわ。クレの巫女なんかに相談したら。こんなところに妖精の国が？
つまりここの妖精を一網打尽にすればいたずらの被害がなくなるってことよね。そうしたら人々に感謝されてお賽銭が増えること間違いなし。おまけにこんな素敵な土地まで手に入るなんて、まさに一石三鳥じゃない。とか言って危機として退治しようとしそうじゃない。ああまあそうね。その点マリサさんとアリスさんなら私たちとも仲がいいし、お願いするにはちょうどいいかなと思って。はあ、どうするマリサ。私の考えは変わらないぜ。さっき言った通りだ。なってやるぜ、この国の王様ってやつにな。やった、これで一安心だね。おう、任せとけ。安請け合いはするなって言ったのに。ま、本人がやる気になってるんだし、私がとやかく言うことじゃないわね。それじゃあ早速この輝かしい玉座に。うわあ、なんだ地震。違うわ、大聖霊樹が脈打ってる。見て、木の根が枯れていってるよ。これは根腐れか。バカ言わないで、普通の木ならともかくこの木は新樹なのよ。そう簡単に根腐れなんて起きないわよ。それに仮に根腐れだったとしてもこんな速度で腐り始めるなんてありえないわ。くそ、私が王様になった途端にこれかよ。一体何が原因なんだ。この気配は何か分かったの。はい、大聖霊樹の目の先には感情エネルギーを蓄える場所があるんだけど、そこで動き回っている生き物がいるみたい。きっとそれよ。その生き物が何かしたんだわ。何かって何よ。そんなの私が知るわけないでしょ。どうしよう、こんな時どうしたら。まあまあ落ち着けよお前ら。こういう時のために私がいるんだろ。私がって、まさか。王様には国を、国民を守る義務があるからな。私自らが異変を調査、じゃなかった、視察してきてやるぜ。本当？ありがとう、マリサさん、アリスさん。って、私も？当たり前だろ、私たちの国のピンチなんだぜ。私たちじゃなくてあなたの国でしょ。私は王様になるなんて一言も言ってないわよ。あー、確かに。じゃあ王様の命令だぜ。取ってつけたかのように独裁政治を始めないの。王様の命令は絶対なんだぞ。頼むから一緒に来てくれよ。もう分かったわよ。分かったからそんな目で見ないでちょうだい。
こんなに立派な神事を研究する機会なんてめったにないしね。この神事を研究するついでに、あなたの視察とやらに付き合ってあげるわ。さすが話がわかる。気をつけて行ってきてね。絶対に無理はしちゃダメだよ。危なくなったらすぐに引き返してきてください。おう、それじゃあ行ってくるぜ。はいはい、付き合ってあげるわよ。